こんにちは。車体の方が一段落したので、今回からはエンジンをやっていきます。せっかく2台あるので、リハーサルという体でダメそうな方を先に分解します。ダメそうな方はもちろん水没エンジンです。主に錆びたボルトとの戦いになりそうです。なんとなく目についたところ、片っ端から緩めてみましょう。ボルトの再利用はまずないだろうし、ただただ外していくだけです。最悪ボルトが折れてもノーダメージです。先にステイの方を外さないとですね。まあいいや、次はプラグを抜いてみます。やっぱり濡れていますね。だからなんだという話ですが。サーモスタットは割と綺麗です。もともと水の中の部品だし使えそうです。でも水路は泥があります。どこから入るんだか。水温センサーを外します。これも悪くなるようなものでもないので予備ですね。待ちきれないのでヘッドのボルトを緩めてみます。番号が振ってあるので、一応大きい順に緩めます。さっきのステイを外します。大丈夫そうなところを叩いてみます。ガスケットが剥がれると音が変わるので、あとはガスケットを剥がしながら外します。洗えば大丈夫そうですね。外側は汚いけど。右側は水が溜まってます。良くないですね。シリンダーの錆びが心配ですね。えぐれてなければいいんですが。こっちはピストンの位置的に、排気ポートが開いてるので乾いています。油分もあるようで、まあ大丈夫そうです。早速シリンダーを外してみましょう。あ、先に YPVS のジョイントですね。めっちゃ錆びてます。電池が入りません。おやあ。緩んだー。ラッキー。この調子でもう一本も。そううまくはいかないですね。案の定舐めたのでドリルにチェンジです。段付きはないです。綺麗にすれば使えますね。このネジが取れればですが。
おらうん、茶色い。ピストンも茶色いけど、とりあえず傷はないですね。なかなかの錆具合ですけど、なんか意外に大丈夫そう。とりあえずは錆を落としてみてですね。なんとなくスタッドボルトを抜いています。もしこれを使うなら、スタッドボルトは交換したいしね。まあ使わないだろうけど。それにしても素直に緩みます。とてもありがたいです。なんか小さいネジほど緩みづらい気がします。固着しやすいんですかね？YPVS を外しましょう。カーボンはまあそれなりですね。外側にはアルミの腐食もありますが、十分使えそうです。こっちも似たような感じですね。リードバルブを外します。右のカバーを開けていきます。クラッチのレリーズが外れません。そんなに錆びてる感じでもないのにね。キックペダルの付け根も外れてこないです。この辺はガタが少なかったし使いたいんだよな。ふう。カバーのネジを緩めます。内側も大丈夫そう。洗ったら綺麗になるかな？固着したクラッチ、どんなもんでしょうね？激しく張り付いております。
フリクションプレートはしょうがないけど、クラッチプレートも跡がすごいです。ボンスターで擦ればいけるかな？でも本命はクラッチボスとバスケット。低走行ゆえ、段付きの少ないであろうパーツです。さすがに段付きはほぼないです。素晴らしい。鉄の部分も錆びてないし、大丈夫そうです。あとは見える部品を適当に外していきましょう。チェンジペダルのシャフトが抜けないです。反対側が錆びて膨らんでいるのでしょう。ちょっと鳴らします。今度は抜けました。さて、どうするよこれ。まあ無理して外す必要もないんですけど。でもまあ、チャレンジです。六角形が見えてきました。いけるか？当然無理でした。削り込んでナットを割ることにします。ふう、できたー。なんかもう疲れたので一気に行きます。このケースはまず使わないしね。一本だけ長いのがありますね。覚えておきましょう。ミッションの方は大丈夫そうですが、やっぱりクランクはダメそうです。明太マヨネーズ缶。クランクはベアリングが回りません。下手するとコンロットやクランクピンもダメかも。残念ながらこれはゴミですね。というわけで、水没エンジンの分解をしてみました。シリンダー、ピストン、クラッチのパーツが収穫でしたね。水没車とはいえ、低走行だったおかげか、部品の固着はあまりなかったです。
今回の経験を活かして、次回は元のエンジンを分解します。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくださいね。